こちらがアウトラインになりますが、背景、目的、そして実験方法について簡単に述べます。そして割と詳しく理論計算の手法と条件について述べまして、実験データと理論計算のデータの処理方法について述べまして、それらで得られた結果の比較を行います。そして実験結果の温度依存性について議論しまして、最後に結論という流れで発表を行っていきます。我々の研究グループでは、こちらに示すような、量子移動を有する、サンプルを用いて、そこにホールバーを作成し、その上に、ナノ構造を、作ることによって電子の干渉効果の測定というものを行ってきました。この原理というものを簡単にご説明いたしますと、こちらに示すようなナノ構造に電流を流しますと、時間反転経路間の干渉が起きます。そしてそしてその干渉、その時、面内垂直方向に磁場を引火しますと、その干渉に寄与する、電子の波動関数の位相成分というものが変化いたしまして、干渉の大きさというものが変化します。そして、強め合う干渉が起きるということは、その場で電子が極材するということであり、電気伝導度が低下します。これを、式で表したのが、こちらになりますが、この式を見て分かる通り、この外部磁場 B と、この黄色いところで示した、面積 S2 の関数として、その干渉効果の強さというものが変化するということが分かります。また、この我々のホールバーには、ゲート電極がついております。そのゲート電極への引火電圧を変化させますと、このサンプル中に作られている量子移動の、ポテンシャル形状というものが変化します。ポテンシャルの対称性が変化するということは、その量子移動中を流れる電子の感じるラシュバ効果の強さが変化するということであり、つまり、電子の再差運動というものが、変わってきます。つまりゲート電圧を変化させることによって、スピンの回転量というものを変化させてやることができます。先ほど、電子の干渉の式を、示しましたが、その時はスピンの成分を除いていました。今回そのスピンの成分を入れたものがこちらですが、このそれでこちらが A 解というのがそのスピンの干渉成分です。解というのはスピンの回転量です。これを実験的に示したのがこちらの図になりますが、外部磁場 B を変化させますと、こちらの式で表す通り、コサインの関数として電気伝導度が変わっているのが分かります。また、ゲート電圧を変化させることによってスピンの回転量というものを変化させてあげますと、例えばこの赤いグラフなどは B イコール0で上に凸だったものが、ゲート電圧を変化させていきますと、その振動というものがほとんどなくなり、この青い線では B イコール0で下に凸の、グラフとなっているのが分かります。そこで、今回の私の研究目的といたしましては、先ほど得られたような磁気、抵抗振動を、半古典論により、再現したいと、思います。そしてその半古典論の有用性というものを検証してみたいと思います。まずはじめに我々は、スピン干渉効果の測定を再度行いました。こちらが、用いたサンプルですが、以前まで用いていたサンプルとほとんど同様です。改良しました点としましては、ゲート酸化膜をシリコンオキサイドからハフニウムオキサイドに変えた点です。また、高性能な電子ビーム装置を用いることによって、より微細なナノ構造を、作ることができました。そしてこちらが、希釈冷凍機を用いて測定を行った、実験結果です。480ミリケルビンでの、測定結果になります。このように、赤い線では強め合う干渉を示しているのに対し、青い線では弱め合う干渉を起こしているということが分かる通り、スピンの回転量を変化させて、スピン干渉効果が見れていると言えます。次に理論計算の方法について述べます。こちらは先ほどホールバーの上に作成したナノ構造と同様の形をしているものです。これをシミュレーション上で再現しました。このオレンジ色の部分というのは実験的には EB リソグラフィーによって量子移動部分がエッチングされて電子が侵入できない場所となっております。
まずはじめに、ナノ構造の端の方から電子を、入射位置と入射角度を振って電子を入射します。この時86万4000通りの初期条件で電子を入射しました。そして次にこちらに例を示していますが、それぞれの入射条件に対して電子の古典軌道というものを求めてあげます。そしてその3番目にその古典軌道によりスピンの回転行列というものを計算します。スピンの回転行列というものはこちらに示した通りですが、それぞれラシバ効果とドレッセルハウス効果のハミルトニアンを含んでいます。計算に用いた、パラメータはこちらのようなものです。そして最後に時間反転経路間の干渉を考えることによってスピン干渉強度を計算しました。今回求めたのはこの A の部分です。次に、先ほど得られた、スピン干渉強度というものをヒストグラム化していきます。これは横軸がエリアとなっていますが、このエリア1に該当する面積というのは、こちらの緑色で、示した面積です。例えば、このような、軌道を電子が描いたといたしますと、まずはじめにこの面積、この軌跡での面積を求めます。そしてスピン干渉強度を、先ほど述べたように求めます。そしてヒストグラムに積算していきます。それを、いろいろな初期条件で、行います。このように、割と大きなパスを描いて返ってくるものについても同様に、積算していきます。しかし、電子が、LMAX というカットオフ長を、走行してもスタート地点へ戻ってこないようならば、カウントしないで無視します。今回カットオフ長 LMAX というのは300ミクロンで、計算を行いました。これを86万4000通りの初期条件すべてにおいて同様のことを行いました。これはすべて計算し終わった後のヒストグラムだと思ってください。これを実験で得られたような磁気振動の形に変えていきたいと思います。こちらは実験で得られた磁気振動の形、磁気抵抗振動の形となっておりますが、これはスピン干渉効果と関係ないと思われる部分は差し引いてあります。これをフーリエ変換いたしますとこのようなグラフが得られます。横軸は振動の周期からエリアというものに変えてあります。先ほどスピン干渉効果と関係がない部分は差し引いたと述べましたが、それというのはこの横軸エリアの0から 0.2 の部分のアンプリチュードを0にすることに該当します。この2つのグラフを見比べてみますと同じものであるということが分かります。つまりこの理論計算で得たこの結果を逆フーリエ変換にかけてあげると実験で求められた磁気抵抗振動が得られるのではないかと考えられます。この時逆フーリエ変換する前に実験の条件と合わせるためにエリアが0から 0.2 のところのアンプリチュードは0にしてから逆フーリエ変換にかけております。結果の比較に移ります。こちらが480ミリケルビンでの測定を行った結果です。それぞれ強み合う干渉、振幅がほとんどなくなる場所、そして弱み合う干渉の3つの点、特徴的な点を示しています。そしてこちらが理論計算の結果になります。それぞれドレッセルハウス効果は今はとりあえずないと仮定して計算を行った結果を示しています。それぞれラシバ効果の値を変えています。ラシバ効果が0の時というのは B イコール0で上に鋭くピークになっているのが分かると思います。これというのは実験結果と比較しても一致しているとは言い難いと言えます。しかし他の2つの結果につきましては良い一致を示していると言えます。次にドレッセルハウス効果の強さをこれぐらい入れた結果を示します。そうすると α イコール0でにおいて B イコール0でピークが鋭く上にピークだった部分がサプレスされて実験結果と良い一致を示すようになりました。一方で α イコール0以外の結果につきましてはあまりドレッセルハウスを入れた時も入れない時もあまり変化はなく、相変わらず実験結果とよく一致している結果となっております。以上のようにドレッセルハウス効果の値をこれぐらい入れることによって全体を通じて良い一致を示すということが分かりました。次に極低温における実験結果の温度依存性について述べていきたいと思います。
これは、ラシバ効果がほとんどゼロであるようあると考えられるゲート電圧での測定結果です。これは 480mK ですが、温度を冷やしていきますと B イコール0で、上に凸だったピークがだんだん下に凸のピークの形になっていきます。これというのは、理論計算の結果とは異なる結果になってしまいました。この原因について考察していきます。考えられる原因の一つといたしましては、ナノ構造内の干渉パスの増加です。30mK や 120mK というのは、位相緩和時間が 480mK に比べて 2,3 倍長いと考えられます。つまり、影響が小さいと考えているドレスラハウス効果もナノ構造内での干渉に強く影響を与えているのではないかと考えられます。これもしもこれが原因ならば、シミュレーションにおいてカットオフ超 Lmax を伸ばすことにより、再現できるのではないかと考えております。もう一つの原因といたしましては、このメッシュ状のところがナノ構造を示しているんですが、ナノ構造の両端に存在する2デグ領域のによる半極材成分の影響です。半極材弱極材効果とは、時間反転経路という時間反転経路間の干渉というものが不純物散乱によって引き起こされる干渉です。干渉効果です。こちらが同様のサンプルを用いて行った半極材弱極材測定の結果ですが、これは 30mK での結果です。青いトレースというのは α イコール0の点を示しているのですが、 α イコール0にもかかわらず半極材的な振る舞いをしているということがわかります。言い忘れたんですが、このグラフでの縦軸というの縦軸とこちら側のグラフでの縦軸というのはプラスマイナスが逆なので、こっち側が上に凸だった場合、こっち側が下に凸であることに対応しています。つまり極低温においてこのような半極材的な成分が出てもおかしくないというふうにも考えられます。では弱極材半極材測定を温度を上げて行った場合というのはこのピークというのは消えるのでしょうか。こちらに結果を示します。こちらは、先ほどから示している結果の横軸を、拡大し縦軸を反転させたものです。そしてこちらが、半極材弱極材測定の測定結果です。横軸というのは、30mK において、同じぐらいであると言えますが、縦軸に関しましては8倍ぐらい異なっており、干渉の大きさが全然違うということが分かります。また、ナノ構造内での干渉効果を温度を上げますと、この干渉効果というものが、ほとんどサプレスされるのですが、ちょっと温度はここは異なるんですが、こちら側、半極材弱極材測定を温度を上げて行ってもそれほどサプレスされていない結果が得られているということが分かります。以上のようにまだ、温度依存性については詳しいことはまだ分かっておりません。以上を、まとめますと、実験結果の特徴というのはシミュレーション結果によって再現されました。これは半固定論の有用性を示した新しい結果と言えると思います。また、極低温で現れる B イコール0で、理論計算と不一致がありました。これというのはナノ構造に起因するものなのか2デグに起因するものなのかまだ分かっておりません。今後の検証が必要だと思っております。